勝った中阪神優勝、あちゃん歌、本先生コッシーシノビンカルピスエリちゃんクリありがとう、あちゃん9ありがとう、ゴールドミューラットマックスエイト、こんにちは、読めたさっきお昼配信読めなかったのでごめんね先生、ラブレターありがとう、あちゃん9ありがとう、トマ、西良一さん、クッキー、クッキーありがとうございます、はい、野菜料理チーズのクッキーありがとう、光るラブレターありがとう、本さんギリでもいいありがとう、コンタロウこんにちは、ナナとクッキーありがとう、ルンルンかな、かな、カンノさん、サイリュウチさん、クッキーありがとう、レイサーさん、マーク、セナ、ヤスくんちありがとう、ミチヒロさん、カスピール、サッキーさん、ラベタありがとう、シュンゴこんにちは、ありがとうございます、レイサー、クッキーありがとう、シュンゴさんこんにちは、ありがとうございます、どうも、お昼配信の時もねありがとうございました、うん、マジカルシーハナッチさん、プリオさん、ヒロネムラ、こんにちは、ありがとうございます、あちゃん、キュー、ありがとう、ありがとうございます、ね、ヒロネムラ、ヒロキーちゃん、スガちゃん、アクロウさん、トラケロさん、こんにちは、ありがとうございます、ミチヒロさん、カネコン、こんにちは、ありがとうございます、あ、バレンタインゲストね、ありがとうね、カネコン、サッカー、こんにちは、パイナミさん、こんにちは、あ、インスタもね、そうです、お越ししました、ホーさん、キュン、ありがとう、トウエツさん、ありがとうございます、今日もウォッチン、ウォッチンヘアですウォッチンヘア、ウォッチンの時になれるヘア、バイナミ、チョコキュン、ありがとう、ヤマさん、パティンヤさん、ピーこちらもザメンマッチシードマイドスさん、エサさん、こんにちはありがとう、ピヨコちゃんも、クッキーありがとう、JT チョコキューありがとう、トモゴヘイアイチアツシーさん、ワンコトさん、こんにちはありがとうございますうちんヘア好き うちんヘアだお願いしてるんです、嘘です今日はふわっとお願いしますってやばいのみ、ラブレットありがとう、ヤスさん、ボルトさん、竹猫さん、電車さん、ヒロポさん、こんにちはありがとう、うん、おちんや今日おちんやでおちんやと名付けます、アイポンさん、くまもこんにちはありがとうございます、花山さん、こんにちはありがとう、今日はあったかくて嬉しいね、なんか寒くないって本当に幸せ、うん、みんなもウォッチンヘアでって言ってこの画像を見せるといいですよ、はい、イケビホッツ、ゼイトさん、ひてなまさん、歌姫さん、なっちゃんさん、こんにちはありがとうございます、ピリーさん、こんにちは、やっぱ冬って寒いんだな、本当に、てか寒さって結構ダメージ大きいんですね、やっぱりね、耐えてる、うん、メンタルの容量のうちのほんと 70% ぐらいは多分もう寒さで陣取られてるから、だからそれがもう今日は本当に寒さっていう、その寒さを乗り越えるメンタルがマジでもう 10% ぐらいでよかった、寒くなかった、 10% もないか、寒さを耐えるメンタル
相当使ってましたよ、うん、これまでの日々。もこいちゃん、うん、そう、本当に太陽が、久々に私太陽が眩しいって感じたの。今日もね、くまさん、たくさん、こんにちは。今日はね、取り立てのコーナーはなかったんですけど、お天気のコーナーと運気予報のコーナーはいつも通りあるから、その時に屋上というか、まあ、テラスというか外行ったんですけど、夏の時はいつも、あー眩しいって思いながら今日ダイヤ眩しいやみたいな、そう思ってたけど、なんかここ最近はなんか眩しいって感じることがなかったから、でも今日は久々に太陽って眩しいなって思った。オニール大佐、まさひいろよしぞうさん、こんにちは。うん、暖かい、今日は暖かいです。しょうさん、こんにちは。板倉さん、マッキー、こんにちは。もふもふさん、こんにちは、ありがとう。いや、漏れたかは分からん眩しいとってなっちゃうから、漏れたかは分からん。グレーさん、こんにちは。天気の子ね、もう雪もね、完全に溶けたんですよね、やっぱりまだ雪が。でも今日は今回は完全に。確かになんかこう、もうほんと雨って時がまだないね。もう超土砂降り、ババ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 みたいな、うん、そういう時はないね。かいかい、また三年ちゃん、こんにちは、ありがとうございます。ぬくいっていうのはあったかい、ぬくぬく、ね、もうこの寒くなるのかな。テンスさん、クキレット、トラケルさん、ラブレタレット、ありがとうございます。チニーさん、こんにちは、ありがとうございます。関西ぬくい、シュウさん、こんにちは。トラケルさん、ラベタリアと、ヤチもラベタリアと。じゃあ私がもしぬくいって使ってたら、この人関西の血が流れてるのかなって思われる。ありがとう、さきゅん、ありがとう。あちゃん、チョコきゅん、ありがとう。さっきさん、いちご、もう一個ありがとう。思われるかな、汗かいてもね。今日は汗かくよね、絶対ね、運動したらね。コングさん、こんにちは。あー、先生、クッキーパー、ありがとう。ぬって、こんにちは。でも、ぬくいって言うのみたいな、そんな感じで終わっちゃうかな。一乗寺から、関西住んでた頃あるみたいな、そう思われるかも。ミルさん、バトンさん、こんにちは。リサーチャーさん、こんにちは、ありがとう。ホリさん、ジョナさん、飛んでキッズ、こんにちは、ありがとうございます。うん、
ヤッホー、ヤッホー、ヤッホー。デザート、あのツイッターに載せてたあれですか。あれはね、あれケーキって言っていいのかな。なんか個人的にはあれ宮城のケーキ屋さんなんだっけ、パティスリーなんだっけ、すごいおしゃれな名前あの引用ツイートには店名書いてあるんですけど、そのバレンタイン近いということでバレンタインのね商品とかスイーツとかあったりする中で、そう、私はあの写真に写っているケーキ、ケーキではないと思うんだよな、あれなんて呼べばいいんだろう、パティスリーティッセ、ティッセさんか。そう、あのね、めあのピンクの、ピンクの側面についてるのはメレンゲなんですよ。あの両側に、両側の側面にメレンゲが123ってついてて、でその間にチョコクリームが、もうチョコクリームチョコクリームチョコクリームって感じで、もう本当にチョコクリームたっぷり入ってて、で上に ラズベリーとかがトゥントゥンって感じなので、だからなんかケーキっていうよりはなんか本当なんだ、ちょっなんていうの、ちょっとしたなんていうんですかね、まあ、マカロンみたいな、なんかそういう感じかな。でもケーキ、ケーキかな、うん、もう本当にチョコ、チョコクリームって感じなので、だからメレンゲとチョコクリームを一緒に食べて味わおうみたいな、そういう感じのねスイーツだったんですけど、かなたくんにいるダイサークッキーありがとう。そうでもね、メレンゲが本当にサクサク、私もっとね歯ごたえあるかと思ったの最初、見た目的に。そう、ああいうメレンゲさ焼いて固めたものって、そうでもびっくりするぐらい柔らかくて、本当にすぐフォークシュッシュッって入るし、あの噛んでも食べてもすぐホロホロってサクサクホロホロって感じでなくなっていっちゃって、めっちゃ美味しかった。でまたあのチョコクリームがすごい合うのね、チョコクリームはめちゃめちゃ濃厚、しっかりしっかりチョコクリーム、あ、いいチョコ使ってるなって思えるような、本当にもうチョコ感を、チョコ感がいっぱい感じられる、なんか本当に軽やかな感じのチョコ、チョコ感じゃなくてもちゃんとずっしりしっかりチョコ感感じさせようと しに来ているような、うん、食べ応えあるクリーム、こんな感じで。もさ、私気になったのがあのハイヒールの形のあれチョコなのかな、何でできてるんだろう。それはね今日だけなんだって。そう、今日だけ売って明日楽しむみたいな感じなのかな、飾って楽しむか分かんないですけど、結構大きくてこんくらいあった気がする。なんか赤いハイヒールの形、赤ピンだよ、それこそ赤いピンヒールみたいな感じのチョコで、あれチョコなのかな。でなんかツヤ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 だった、やっぱ光沢にこう力を入れましたみたいな感じで言ってらっしゃって、パティシエの方も、うん、アディア好きでもいいよ、ありがとう。あ、そう、結構ね数量限定って感じだよね。うん、あれめっちゃ気になったね。なんかどうやって食べるんだろうと思って、ハイヒールこうやってこういくのかな、それでもこのピンヒールの方からっていくのかな、どういくんだろう。サッチャさんキュン、ありがとうございます。どう食べるんだろうと思って
それとも真ん中から、うん、ね開けたらすごい。でもその他にもなんかお花のみたいな形のなんか装飾とか、それも全部スイーツでできてると思うんですけど、すごかった、本当に豪華だった。マジ食べるのもったいないぐらい、うん、普通にオブジェとしてそのまま置いておきたいって思えるような、あれすごい気になりましたね。うん、本当に可愛いケーキだった。私がいただいたケーキマジで見た目可愛い、超可愛いよね。なんかああいう斬新な見た目っていうかね、あんまり見ないさデザインのケーキってすごいテンション上がる。なんかへーみたいな特別感みたいな感じられますね。でもあれもきっと期間限定なんだろうな、還元でとかこの時期だからこそなんだろうな。うん、って思ってる。うん、ねそうだよね、バレンタインの時期のケーキ確かになんか 赤とかピンクとかそういったね色鮮やかなケーキが多いもんね。ありがとうさタコ、ありがとう、ありがとうございます。14日まで、じゃあやっぱこのバレンタイン期間だけなんですね。うん、ありがとうクッキー、ありがとう。フォークの持ち方どうでした、あれどうでしたとかって私がなかなかやらないやつ普段あんまりやらない感じで撮ってみました写真あんまね、あんまやんないよね私ああいうのレアでしょあと今撮れたやつ、たまにやるやつ。でもあんまりだってなんかフォークとみたいな時ないからさ、たまたま、うん、毎回毎回そうなの、どうでしたああいう私は。ありがとう食べてありがとう。でもメイクさんにね撮ってもらったんですけど、そうあざといって難しいねって言いながら、お互い言いながらなんか撮ってましたそうだよ、なんか指でなんかこういうのとかあるけどさ、なんか確かにフォークがあるっていうシチュエーションがあんまりないから、あれはフォークかなみたいな。光るかわいい、ありがとう、うん、いや私も恥ずかしかったよ、すごい恥ずかしかった。エデンさんクッキーありがとう。だってさすごい恥ずかしかったよ、なんか、うん、すごいなんかあざとい感じの写真撮ってもらうのがすごい恥ずかしくて、でももうこれはなりきる、なりきるっていうかそうやりきるしかないと思ってやりきった、多分わかんないけど、いや
恥ずかしいよ、めっちゃ恥ずかしい。いやだって普通に写真撮ってもらうのはもう恥ずかしい。やっぱりさ、メンバーだったりマネージャーさんだったりって時はやっぱこういう SNS のこととかさ、 SNS 事情というか、なんていうか、よしブラボーありがとう。だからさ、こういろんな写真撮るってこうなんか、なんていうんですかね、なんとなくこうわかるじゃん。そう、そうそう。でもやっぱさ、なんかね、お願いしづらい。そう、申し訳ないなって思っちゃう。いっぱい撮ってもらっちゃって、しかもなんかなあざといあざといのもやっちゃってみたいな。そう、でもね、いつもね、そう写真撮ってもらうのお願いしてるメイクさんではあるんですけど、でもなんか毎回すいませんって思いながら撮ってもらってるんです。でも明らかに少ないですよ、いつもよりは。明らかに。そうで、その撮ってもらったね写真の中からあのショットが生まれました。うん、メイクさんありがとう。外では撮らなかったよ今日。この間外で撮ってたから、今回は室内。ヨネシーさんこんにちは。でもね、室内も限られるんですよね、場所が。そうだから、もう固定化してきた。そこかそこかそこかみたいな。MC の席で、そう、でもね、もうね、スタジオね、照明落ちちゃってるからね、暗いんですよ。そう、私いつもさ、屋上で終わるじゃん、屋上っていうか外で終わるじゃん。そう、そこから戻ってきた時にもうね、照明がね、もう落ちてるから、そういつもね、撮れないんですよね。スタジオでも撮りたいんですけど。そんなさ、写真撮りたいんでスタジオの照明またつけてもらってもいいですかって、さすがにそれはちょっと、ね、言えなくて。すぐちゃん選ばれた、ありがとう。そうだから、そのスタジオで毎回終わる感じとかだったら、多分その流れですぐ照明が落ちる前にすぐみたいな感じで撮れるんですけど、はい、番組前はちょっとなんかリハとかがいろいろあるので、なかなかなんかね、私結構撮るの時間かかるじゃん。多分だから、そうあんまりなくて、しかも MC 席ら辺はやっぱりね、いろいろスタッフさんもたくさんいらっしゃるので、そう絶対ね、ちょっとお邪魔になっちゃう。うん、お仕事行ってらっしゃいね。自分でこうポチポチって感じでさ、照明つけれたらいいんですけど、そういうわけにもいかないのでね、なんかスタジオの照明って。
う。ディアスチョコピョンありがとう。トリケロさん、ラブレターありがとう。ありがとうございます。そうだから私は廊下かテラスで撮る。でその廊下の中でもなんかちょうどこう自然光が入ってくる、光が当たる廊下があるので、そう、そこがいつもの場所でもその廊下いつもスタッフさんとかみんな皆さん絶対通るルートの廊下だから、でそういつも見られながら撮ってるそう、そうなんです。恥ずかしいそう、またやってるって思われてる絶対。そう、もう見られながら見られながら、そう、ってるんだなって思って、でちょっとして帰ってたけど、え、まだ撮ってたみたいな。キュン、ありがとう。ありがとうございます。配信並みだね。まだやってた。ありがとう。写真撮られるの好きって思われてるかな。写真こだわるねーみたいな。ディアス、あ、ラベットありがとう。4人いたいさん、ルーキーありがとう。ありがとうございます。いや本当にメイクさん本当に優しい、本当に感謝だわ。マジでマジで申し訳ない。絶対早く帰りたいだろうに。えドラクエロさん、えクッキーありがとう。ありがとうございます。だから私はなるはやでね、なるはやで巻いてやってます。だからね、あ急がなきゃって思いながら、だからあのフォークとかも早く早くいいの取って、終わらなきゃみたいな、そう、そういう風に思ってます。え、吉川さんこんにちは。天さんキュンありがとうございます。そうだね、なんか写真撮るのノリノリって方がねいらっしゃれば。ひこどんさん花束ありがとう。一緒に撮れるんですけれどなんかありがとう、涙涙ありがとう、逆にありがとう、涙流してくれて。よのおさんこんにちは。うん、どうぞね、花束ありがとう。楽しみ、本当ありがとう。ウォッチン観覧できたらなんか笑っちゃうんだけどウォッチン観覧屋上で寒い、うん、観覧したみんなも試食するの
だいぶカオスだなそれは。ウストポンテこんにちは。エホーさん、キュンありがとう。映り込みたい。でもさ、それ考えるともっとバチコイっていいよね。なんかなかなかないもん、そうやってお客さんが観覧する番組みたいな。うん、そういう機会ないからね、全然。そう考えると本当すごいバッチコイ。あれ映りすぎ。確かにさ、なんかそういう観覧系の番組ってさ、たまにちらっとさ、お客さんの席がこう。ね、カメラ側にお客さんの席があってみたいな感じでたまにチラッと映るみたいなさ感じじゃん。でもがっつりずっとだもんね。そう、演者側に席があるもんね。絶対1秒は絶対映るみたいな、うん、そう、もはや出演者ですよ、もはやね。あれは本当すごいと思う。映りたい人が行くって感じ。ミリオンラブさん、こんにちは。最初見学。フェッチョさん。特上見学、特上見学、寒いよ。今年の回はね、お知らせしてなかったですもんね。急に来たって感じだったもんね。バチコイね。だから私はよりアウェーなわけですよ。そう。だからこそ多分頑張れたっていうのはある。もう超絶アウェーよ。もう本当に。相当アウェーよ。おっ、こんにちは。うん。バッチコーイ、バッチコーイもすごいよね。本当に長くね続いてて、いやー楽しそうだなって思う。本当に羨ましいなって思うよ。うん、だってね、まあいろんなさ、あ、たまクッキーありがとう。いろんなさ、確かにね、難しい企画とか、なんかいっぱい考えなきゃな企画とかいろいろあると思うけど、でもすごい私は夢でしたね。そうやってそのエリアのメンバーとメンバーでなんかそういうレギュラー、ちょっとバラエティ色あるレギュラーを番組をやるみたいなのはもう結構夢でした。本当にいやできたら楽しいだろうなっていうのはめっちゃ思ってて、そう、そんな夢はありましたね。あと、ロレットありがとう。いや、スッキリでもいいよ、ありがとう。ありがとう。東北アクション。
トーク拍手本当にね、もしやったらやばそう超カオスだと思う、本当にマジで超カオスだと思うよもしやったら。でもそれが楽しかっただろうなって私はめっちゃ思っちゃうえ、なぎちゃんも入ってほしい、もちろん北海道トーク拍手、うわー超楽しいだろうなと思いながらねうん、思ってた時期もありましたね。見るこれずっと言ってなかったね、ずっと言ってなかったけどずっと思ってたな、もう2年目ぐらいの頃から思ってた、うん、できたら楽しそうだなってイチゴありがとう、赤さんこんばんは、まあ確かにね、各地域であったらね、確かにね、雪が大変だからかそうかもしれん、東北は雪が大変なんだ、それかもしれんねえ、まあ、雪はもうどうしようもないな頭クッキーありがとう、ありがとうございます、みーくんこんばんは、北海道タイガーさん、兄さんこんばんは、ぼうやこ、あちゃんクッキーありがとう先生ラブレターありがとう、確かにどこで集まって撮ってたんだろうなもしあったらやばいのみクッキーありがとう、エリアスラブレターありがとう、何だいさクッキーありがとう、あーでも雪にちなんだなんかロケとかねできたかもね、うわ超楽しそうじゃん、超楽しそうじゃん、もしもの世界、そんな世界線があったら楽しそうだったな、藤巻さん橋さん、こんばんは、自分も宮城死んでよかったと思いました、え本当ですか嬉しいありがとうございます、エパイナミクッキーありがとう、すごいなんか自分も宮城出身でよかったって思えるって、えすごいなんかありがたいことですね、それって
エンジェルマコトさんこんにちは。みちこんにちは、ありがとう。ありがたいわ。宮城出身になりたかった。なんでそれぞれのねえ県の出身の良さがあるじゃん、宮城に生まれたいじゃん。なんでなんでなんで、いいじゃん。え、りゅうりゃこんばんは。転勤してよかった。あ、ほんと。東北出身。宮城で暮らしたい。そうなの、宮城で。近くでよかった。宮城やる。なんでなんでよ。でもケーキ今日ありがとう。宮城県の興味。え、クランプさんクッキーありがとうございます、ありがとう。いいじゃないの。つぶやきキュン、ありがとう。エクランプ、ウキ、ありがとう。宮城で、宮城で筋トレしたかった。筋トレ。建築仲間は親戚でもいるよ。宮城に住む。憧れ。エヴァヤミ、武器ありがとう。ケラオソーク。ほんとに。いや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 、ほんとに深まった、嬉しいな。本気で。宮城の人口増える、エスパルで働く。いいね。スパルで働く、スパルで働くの楽しそう。みんな転職。みんなで3万あげる。そんなに、仙台空港の運転。いいとこだなと思った。まあ確かに。ところではある。人口増えるわ、宮城。あ、そうなの。へえ、すごいね。エテイサキュン、ありがとう。すげーちゃん、こんにちは。いっぱいのみ、クッキーありがとう。仙台は、割とそうなのかな、そう言ってもいいかな。
でもね、本当に住みやすいところだねって言ってもらえること多いからね。言ってね。ユニーテさん、ウキありがとう。1109。川崎あひでさん、こんにちは。車のナンバー。いっぱい飲みなるクッキーありがとう。え、物価？え、どうなんだろう。どうなんだろうな。でも関東とかに比べたらじゃない？わかんないけど。うん。朝の渋滞半端ない。ああね。結構仙台は交通量は多いからね。みんな車使うから。うん。車が必需品ですからね。え、ウニエテさん。クッキーありがとう。車がなきゃ始まらないって。感じよ。だから混むよねやっぱ。え、オレさんが二度としないけど、二度としない方がいい。車使わない東京だけ、あ、やっぱりそうなんだ。他の県でもやっぱ必要ですよね、車。うん。確かに。1109の。おでんタイム？おでんタイム？安吉さん、こんばんは。ナンバー、やっぱナンバーって好きなナンバーにしたいものなんですか。ナンバー決める。やっぱそうなんだ。ねえ、いや覚えやすい方がいいのかな。どうなの。こだわった。へえー、あ、あえてそのナンバーを受け入れるみたいな。そっか。8888。え、ゾロ目ってなんか難しいんじゃないっけ。申請なんだっけ。なんかさ、申請通るか難しいナンバーあるよね。あ、抽選。仙台、あ、1109。なななななな。へえー、そう、え、だよね、取られてるよね。そうだよね、確かに。カラスコ、へえー、5000円。そうなの。え、伊藤氏なのかな。覚えられやすい。1109ならまだ空いてそう、結構。サムさん、こんばんは。あ、ご当地ナンバーね。肉屋さん。みんな自分のナンバー晒して自分のナンバー、ちょうちょうちに覚えやすそう。
通に通った。個人情報個人情報が元気ださ、こんにちは。いいですね。でも悩むだろうな、もし私も自分でナンバー決めるってなったら。超悩みそう。そういうの決めるのさ苦手なんだよね。なんか超悩んじゃう。あ、逆の、あ、それもいいかもね。あーちゃん、キュン、ありがとう。カムさんもキュン、ありがとう。先生のナンバーないないだよねでも確かに、なんか子供ってさナンバーに注目するお年頃だよねあの車があの先生の車、あの車があの先生の車って、なんか確かにそういうの流行ってたな、そういう風潮覚える、どの車がどの先生の車かみたいなえ、クランプキュンパありがとう。そういう年頃ですよねなんか覚え始める年頃ね、覚えるよねあ、佐藤さん、あ、なるほどね。佐藤さん、車種、なんだろう、何色とか車種とかそういうのもあったと思うけど、ナンバーとかもなんか覚えてた気がするナンバー48、あー確かに48。でも私もなんか本当に中学生の時とか、ね、AKB 好きだった時はなんか48 の, その数字使いたいとか結構よく思ってたかも、何かしら。いくらぐらいっていくらぐらい、あ、部活の先生のね車を覚えると。そうだね、今だったら8とかにこだわりたいって思っちゃうね。まずレインボースター、ありがとう。4、え、47は47 47。靴箱のナンバー、あー、あるよね。あー、そうだね、なんかね、ご飯屋さんとかロッカーとかなんかね、確かに。8047、あー、いいかも。4708、確かに48だった。
読みね、47って読んじゃう。だから決して47あ、じゃあそろそろあれ読みますか。運気予報、みんな大好き運気予報。今日みんな大好き運気予報。知りたいですか、明日から1週間の運気知りたいですか。あ、でもクッキーありがとう。え、カンナさんクッキーありがとう。え、テイさんキュンありがとう。知りたいですか。明日からの運勢が決まります。決まってしまいます。明日からの皆さんの運勢が。それでも聞きたいというのであれば、私は心を鬼にして皆さんに伝えます。覚悟はできている。覚悟はできてるか。仕事、お仕事入った。クッキーありがとう。覚悟できたか。よし、ならば読もう。では行きます。運気晴れ、運気晴れの皆さんは5月6月7月生まれの方々です。5、6、7並んでる。5月生まれの方、力を出し切るガッツとコツコツの両論で達成運ということです。はい、ガツガツとコツコツでいきましょうということです。そして6月生まれの方は目標を高めに設定するとき、あとは地道さのみということです。はい、地道さを忘れず。そして7月生まれの方が愛情運上昇、ロマンチックとクールが同居するときです。ん？どういうことだ。ロマンチッククール、ロマンチッククールでいきましょうってことかな。続いて、運気晴れ時々曇りでは、1月生まれ、1月8月12月生まれの皆さんです。はい、1月生まれの方、堂々とした雰囲気で力強く、休む時は休むようにです。堂々としていきましょう。8月生まれの方、動くのは心静かに理性的に、物事を見てからで OK ということです。楽しむ気持ちで思った以上の充実運です。はい、続いて運気曇り、3月4月11月生まれの皆さんです。3月生まれの方、受け入れる心の余裕で差がつく時です。
心の余裕。4月生まれの方、なんとなくの主軸はあくまで自分です。そして11月生まれの方、コントロール欲を手放して乗ろうということです。波乗りしましょう。そして運気、雨、2月、9月、10月生まれの2月生まれの方、方向性がはっきりしづらい時、堅実に、現実的に大事。9月生まれの方、制約が多めの運気、メリハリをつけてそして10月生まれ、完璧主義は NG、 健康面や睡眠の質を上げようでした。どうでしたかね今回のね、運気予報。たくさん寝ます。はい、寝てください。もう寝ます。私最近なんか曇りとか雨とかが続くな。運気低迷してます。ピエン、晴れてた、晴れだった、いいじゃないの。晴れ晴れ、いいじゃないの。どうぞ返し休みます。いいじゃないの。明日からのみんなのね、運気はそれなので向き合っていきましょう。向き合っていかなきゃならない運気と。でした、今回の運気予報でした。来週もお楽しみに。あ、クランプ、クッキー、ディアス、ラブレター、ありがとう逃げません。イチルさん、ラブレター、ありがとう。カンダさん、タマ、クッキー、ありがとう。あちゃん、キュン、ありがとう。エンキン、キュン、ありがとう。あ、晴れの帯、ありがとうございます。なるくんもクッキー、先生、けんぱ、ありがとう。たいくらさん、クッキーありがとう。おいしいな、クッキー食べたいな、おいしいな。てさきゃん、ありがとう。さっきーさんもクッキーありがとう。みちるさん、クッキー、光る、カラフルなる祭り、ありがとう。でででででででのぼさん、キュン、ありがとう。ててクッキー、ありがとう。クッキークッキーパー、スナッキンカマ、ありがとうございます。クッキー祭りや。ありがとう。クッキー。お、なんかクッキーで漏れてる。なんかここにハートがちょうどくると漏れてる。めんまちゃん、アンプ、ありがとう。
ありがとう。クランプ玉。なんか漏れる。え？ありがとうございます。ありがとうございます。おいしい、ね、おいしいです。クッキー、クッキーの涙。あざとく。ありがとうございます。ありがとう。ありがとう、ありがとうね、ありがとう、ありがとうございます。ありがとう。ねえ、食べれたら美味しそう。パクパクパク。ありがとうございます。ありがとう。キー祭り。うん、ありがとうね。クッキーで、あ、シャワー？今日も仕事頑張ったな。うん、すっきりしようみたいな。今日もクッキーいい感じだな。うん、髪がこう甘くてこうスイーツな、スイートな香りになって。クッキーシャワー新しいかもね。クッキーシャワーありがとう。あ、そういえばそう、28日の大阪イベント、大阪テニスイベント、あのゲストで加藤美優さんが来てくださることになりました。素晴らしい、素晴らしい、素晴らしいです。私あの結構前からね、あの知り合いでさせていただいてたんですけど、あの本当に一緒にイベントっていうのは初めてで、ね、今回ね、嬉しいことにスケジュールのね都合もあったのかな。そうだからめっちゃ楽しみが増しました。皆さんも楽しみにしててください。嬉しいね、嬉しい、めちゃめちゃすごいから。
とみゆさんに。ドキドキ。大阪のイベントの申し込みはまだできますね。うん、ドキドキする。でも嬉しい、お会いできるの。いつもね、気にかけてくださってたので、本当に、うん、16日までか。16日まで応募できます。ドキドキだよ、もちろん。それはもちのろん、もちのろん、うん、あ、あと3日か。あと3日後までですね、申し込み。で、4日後に抽選がありの、みんなに当選結果が届きのって感じですか。4日じゃん。みんな、やばい、運気予報が運気予報が関わってきちゃう。みんなどうする、今回の。どうするよ。そういうことか、もしかして。お願い、頼む。そうです、運気予報は重要です。晴れ時々曇りはいい方じゃないですか。私、晴れ時々曇りがいい、毎回。晴れだったらそれは嬉しい。時々曇りが毎回がいいなって。うん、なんかね、なんか晴れだと、どこまで晴れなのってならない？あ、その晴れねとか、そっちの晴れまでいけるとかさ、わかる？なんか晴れって、バカこんばんは、どこまででも晴れ、なんか晴れのようないいことみたいなことね、いいこと、ラッキーなこと。そう、例えば、なんか、何ですかね。そう、いいことの上限っていうか、例えばなんだろうね、なんか本当に七夕みたいな、すごい起こったとしても、それも晴れだし、なんかたまたま、あの、朝昼晩たまたま自分の大好きなものばっかりだったっていうのも晴れだし、そうなるとなんかもうどれが晴れか分かんなくなっちゃうから、晴れだと期待しすぎちゃうかもしれないねっていう、うん、から私は晴れ時々曇りで、その曇りの要素も生活の中にあるけど、でも曇りだけじゃなくて、あ、晴れも
あるんだっていう、そう、その方が喜びを感じられる、きっと。そうだ、基本晴れだけど、まあ、曇りもちょっとあるけど、でもその曇りからの晴れだからこそ、その晴れがすごく嬉しい。だからなんか晴れはもうどこまででもいいことなんて、どこまででもさ望めばさ、どこまででもいけるじゃん。その自分にとっていいこと、嬉しいことなんて。だから逆に嬉しくなくなっちゃうのよ多分。あ、晴れってこの辺の晴れだ、嬉しいけどね、嬉しいけど、嬉しいことは嬉しいんですけど。そうです。晴れと雨は海と、あ、そうなの。いや晴れもいいですよ、だって。だって晴れが本当に嬉しい人もいるじゃん。私はって話、私はって話。だから例えば毎日の占いで1位だったとしても、なんか逆に怖いなって思っちゃう。え？どこまで1位なのみたいな、うん、で、え、どこまで1位なんだろうと思ってた中で、あ、この1位かみたいな。なんか自分で曇り作っちゃうよね。そう、勝手に。そう、しかもなんか実感できない時もあるしね。なんかそれが一要素だったかもしれないけど、なんか実感せず、え、結局なかったじゃんみたいな思っちゃうとか、はい。そうね、晴れ時々曇りがいい、私は。そしたら喜べる。たまには素直になる。え、なんで？私ほど素直な人っていなくない？わかんないけど。今日星？あれ何個だったっけ？今日見てないかも。今日の星。今日の星見てないや。ケンさんかも。怖い。雨も怖い。何？怖だよ。うん、たーくんプレイそこも。あ、疑いから入るから、うん、そうやって自分を守ってるのかもね。疑いから入ることで。雨は雨。大丈夫よ、虹が出るから。雨は大丈夫、虹が出る時もあるってことよ。出ない時もあるけどね。雨は
虹が出る可能性もあるから、雨は雨でね、その希望はあるよね。でも出ない時もある。そうだよ。みちひろさんいいね、ありがとう。でも出たら晴れより勝てるんだよ、虹が出たら。正直、絵本さんギリでもいい、ありがとう。正直虹が出たら晴れより勝てますよ。だって私は晴れより虹の方がテンション上がる。うん、好きってなる虹。そう、大逆転ありえるんですよ、だから雨は。うん、大どんでん返しありえる。うん、だからその希望は持てるよ。はい。そう、虹は大逆転可能ポイント。うん、そうだから運気雨かっこ虹の可能性あり、そういうこと。うん、そう最近虹ない。だから私がよくウォッチンで虹出てた時は虹が出やすい時期だったんですよ、本当。うん、ちょうどそこにハマってた。ティアス空気ありがとう。付け足しておくか。ドキドキに。え、なんで？晴れはいいじゃん、喜びなよ。晴れはいい、だっていいことが保証されてるんだよ、絶対的に。いいことが絶対的に保証されてるんだから、晴れは喜びなよ。うん、曇り曇り曇りは曇りはね、うん、でもちょっと耐えれば晴れ間が見えてくるよって感じかな。もうめちゃめちゃ分厚い雲だったとしても、ちょっと待てば、ちょっともしかしたら本当一時のことかもしれないけど晴れ間が見える。岡田さん、キアありがとう。タマクキありがとう。その可能性あるんですよ。横田さん、キュン、ありがとう。そう、曇り、そうね。でも何ですかね、あんまり一喜一憂することはないんじゃないですか。うん、もう本当割と一定でみたいな。確かに、あ、嬉しいっては喜びたいけど、なんかはあってこうショックみたいにもなりたくないじゃん。だからなんかこう一定、安定ある意味じゃないですか。感情が疲れないかも。
クランプさん、クッキーありがとう。そう、メンタルをこうね、一定のラインで保てる。でもしラッキーだったらちょっと晴れ間が見えて嬉しい。そうですよ。そういうことです。そういうこと。みんな久々にドボンやりたい？やってなかったね、そういえば最近。え、全然やってなくない？え、全然、え、1週間やってなくない？え、1週間やってないよね、まさか、もしや。ごめん、ごめんね、ごめん、1週間やってない、ごめんね。お母さんキュン、ありがとう。え、せ、あれ日曜日やったっけか。日曜日やってたか。え、お母さんキュン、ありがとう。久々ドボン。そうだ、やってたね。あら、赤字があんの今。グー、負けた。じゃあ赤字のために資金を貯めなきゃいけないじゃんね。岡田さんキュン、ありがとう。部費を集めなきゃ。じゃあやりますか、ドボン。5秒からにします。54分35秒。の称号をできるだけレベルアップ、ここまでね進化させてきましたからね。31235、やばい、固まった。ありがとう、キャンパー。メンバーちゃん、クッキー、ありがとう。あ、お願いします。あ、よろしくね。どう、いつクロ、60回頑張ろう。60回対戦しよう。シークレットボイス無理ゲー。え、そうなの？どうやったらシークレットボイス聞けんの？え、私も聞いたことないかも、もしかしたら。どうやったら解放？シークレットボイス知りたかった。え、そうだよね。種明かしっていうか、こういうものでしたっていうの、確かに。え、親密度。え、何撮ったかな、覚えてるかな。私が
最後の。シークレットボイス。レベル10ってこと？待って確かめ。あ、全部聞いてる？なんだっけ？何なんだ？あ、結構じゃん。結構かかるんだね。シークレット10まで行くのってね。え、私じゃ、え、そんな行ったんだ。いや、私も最初は全然解放してなかったから。え、意外。意外って。やっと8になった。あ、そうなんだ。8の方多いね。あ、え、でも嬉しい。8まで頑張ってくれた。そっか。え、なんで私10いってるんだろう逆に。1万回。うん、でも8の方多いね。え、自分だから、え、自分だから自分がもらえるポイントが多いの？メンバーとやったボーナスみたいな感じで、そういうこと？そりゃ到達するわ。ボイス聞きたくて、ありがとう、頑張ってくれて。自分で自分がメンバーだから。だからさ、私さ、アカリンパラダイスもさ、欲しい。自分で自分に当たってるから。じゃあ次は、じゃあ7時35秒にします。あ、ケンツークッキーありがとう。あと1ヶ月？ 3 月ってことですか？ 3 月じゃ間に合わないってことですか？そう、セルフ欲しい。え、なんだっけ、シークレットボイス。後で聞くね。1,2,3,4,5。押した。あ、お願いします。忘れたのっていうか、そう、収録したの結構で、なんか私最近ずっと音出さないでドボンやってるから、自分のボイス、あとで聞きます。
パス。一。やったー、ありがとうございます。やったん。では続いて、2分35秒にします。うん、大佐ありがとうございます。どうもね。どうどうどうも。うん、ありがとうございました。1、2、5、よろしくお願いします。10、13、ごまだよ。あーちゃんキュン、ありがとう。キュン。キュンキュンキュン。キュッキュン。あ、大変ありがとうございました。5秒からにします。アディオスクッキー、ありがとう。4分35秒です。31、2、3、4、5、よし押したら、あ、お願いします。めぐみ5、ありがとうございます。よろしく、よろしくです。ドボンやってます。ハピネス、おめでとう。よかった、おめでとうね。あ、たま、いちごじゃなくてクッキーありがとう。世界さん、ま、何さん、こんばんは、ありがとう。パス、ごま、大戦ありがとうございました。おにげたさん、クッキーありがとう。続いて6分35秒からにします。たまいちごありがとう。もう一個、てんさんキュン、ありがとう。アインテータコ、ありがとう。
ひひじん、クッキーありがとう。1,2,3,4,5万したよ。やばい、目がムスか。あ、ちょいムスかになってきた。ちょいちょいムスか。目がちょいムスか。あー、めっちゃカードきたで、こうやって隙間から見るね、みんなのこと。隙間からなら、35秒からにします。それ、先生かわいい、ありがとう。30、5万、4、パス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 、止まんな。よし、止まってきた。先生ありがとう。じゃあ続いて12分35秒からにします。なるとき、ありがとう。先生かわいい、ありがとう。
大さんありがとう。ありがとう。あ、肩で受けた、メール。腕で。腕でクッキーを受け止め、こう、ま、あ、お願い、お、アクパラ、アクパラ、あー違った、出たよこの勝手に赤パラと思い込むやつ。して出せない。なんかさ、エリちゃん一割だった。ずっこけるリアクションって楽しくない？なんか。みんなもやるでしょ、ずっこけるリアクション、なんかみたいな、なんかたまちゃんこんばんは。関西人、やっぱ関西の血流れてんのかな私。やらない、嘘、やりなよ全力でやりなよ。今はしない。確かにあんますることないか。そこきりは難しい。面白いことないか、ツッコケゲーって。広島さんこんばんは。え、年一ぐらい、そうなの、へえ。なんか私劇場でよくツッコケやるイメージ、なんかみたいな。分かんないけど、次15分35秒からにします。ね、あたしさんありがとうございました。あ、岡田さんだるま、ありがとう。ごま、よし、ごま成功。あ、お願いします。岡田さんだ、あ、先生、クッキーありがとうございます。え、あ、バグってましたね完全に。岡田さんだるまありがとうね。ビバハリケーン、感情の渦にさらわれる僕がいる。もう
懐かしい。確かに公演曲です。あ、大さんありがとうございました。光音符ありがとう。てててててれ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 。じゃあ次、18分35秒からにします。やてるさんキュンありがとう。岡田さんキュンありがとうね。それは突然だった、気づいた瞬間ふわふわ、君の長い髪が。バカ西西キュンありがとう。ディアスロベルトありがとう。あーバカキュンバありがとう。何かが違うか影、借りて記憶ずれ、まばたきの一つ間に。しーこま、最近歌も歌ってないね。歌も歌ってなかった。あ、クラップさんクッキーありがとう。お願いします。ごま、先生ありがとうございました。アディアス、クイキありがとう。タマキュンありがとう。ありがとうございます。テサマキュンありがとう。続いて20分35秒からにします。あ、もうすぐ4、5万。危ない。テイリンさんこんにちは。うん、まんべんなく当たってますね。あ、赤パラ来た。赤パラです。え、あ、びっくりした。赤パラです。本日最初の赤パラ。まあ、ありがとうございます。どうも。あ、大さんありがとうございました。今日最中ファイカード、いいな、県民賞じゃん、いいな。じゃあ続いて22分35秒からにします。じゃあラスト今日は 2対戦ぐらいにしようかなと。
ひろくんかな。納豆ね、いいよね。1、2、3、4、5万。あ、お願いします。よろしく。あ、アキベイさん、いちごありがとう。もう一個パクパク。あ、アキベイさん、クッキーありがとう。カナタカカマ、5万。リキュー、え、有名じゃん。美味しいね、それはね。てさん、たまん、クッキーありがとう。あ、たくさん、キュンありがとう。先生、クッキーありがとう。あ、たくさん、キュンパだ、すごい。ありがとうね、キュンキュンパ。えぎえぎさん、こんばんは。チキン南蛮食べました。あ、一緒、一緒にしてくれた。あ、まったく、ありがとう。タコありがとうございます。ウォーターさん、こんばんは。アラバパ、こんばんは。あ、みちゆさん、ごま、ごまじゃない、クッキーありがとうございます。納豆おはぎね、そう、あるんです、最中のおはぎね。せいさん、キュン、にしくしクッキー、ごまクッキーかな、もしかして。もしかしてごまクッキーかな。あ、ウォーターさん、クッキーありがとう。全種類買ってきた。わー、全種類あったんだ、この時間で。お昼とかに行ったのかな。結構なんか夕方頃にはもうなくなっちゃってるイメージなんだけど、しかも土日でしょ。それはラッキーなのか。なかなか点1、この試合点1試合。お昼前にか、そしたら売ってるね。あ、天一、そうだね、天一食べに行かなきゃ。あ、わっか、クッキーありがとう。せっかくグルメ仙台。あ、そうなんだ、仙台っ子ラーメンを食べてないな。
ディアスクッキー、ありがとう。ケイくん、ケイもありがとう。ありがとうございました。じゃあ次ラストドボンにします。28分35秒から今日のラストドボンです。以上、早くてごめんね。あ、みちるさん、クッキーありがとう。クッキーありがとう。はしごしてる。なんか尊い、ありがとう。先生、空気ありがとう。空気なぜささやきか、強弱。なんでも強弱が大事なんですよ。2、3、4、5万。お願いします。よろしく。6。ホークサイエン時空がずれちゃったかな。そうだね、ケーキもないしね。ケーキがないとやっぱできないな。ケーキあってのあれなので、ペン。あー、ほんとん、クッキークッキーありがとう。あー、ありがとうね、クッキーほんさん。わー、大変ありがとうございました。あ、先生もクッキーありがとう。はい、今日のドボンタイムありがとうございます。では今日はね、そろそろランキングを読んでいきたいと思います。ありがとうございました。13位から、13位がクランプさんです。ありがとうございました。ありがとうございます。13位、またね、来てください。12位があちゃんです。ありがとうございました。やばい、充電がないんだって。充電がないってさ。11位がテンさんです。ありがとうございました。11位ありがとう、またね。10位が、岡田さんです。ありがとうございました。おめでとうございます。何位当たってほしい。うん、どうもしてもらえた、ありがとうございます。コメントするの設定でいいよ、読むよ。検討する。
ありがとうございました。10位が岡田さんです。おめでとうございます。ありがとうね。ドア当たりたかった泣きね。配信ありがとう。名前変えたね。ありがとう、変えてくれて嬉しい。うん、またね、ありがとう。K が道博さんです。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとう。そして8位が本さんです。ありがとうございました。おめでとうございます。それでよっちゃん、使いのとこの切り絵難しいね。いやーね、ちょっとタコちゃんでした。ありがとうございます。ドボン当たりたいね。わっちゃん、お疲れ様でありがとうございます。またね。で7位が、テーマです。ありがとうございました。で7位ありがとう、おめでとうございます。そして第6位が、カスピエルです。ありがとうございました。あ、CS 計画できた。おい、本当によかった。そう、20日にね、そうだ、もうすぐですね。ガオラさんの番組の放送もありますね。そしてドボン当たれてよかった。よかったね、本当ありがとう。またね、当たりましょう。5位がサッキーさんです。ありがとうございます。おめでとう。第5位ありがとうございました。そして第4位がタマです。ありがとうございます。第4位おめでとうございます。やったね。で第3位がヒカルです。ありがとうございました。イエイ。今当たれたいな。今日も応募確認では何やねんを重ねてね。ありがとうございました。手先とか手手に入れたり、すごい、ありがとう。それは当たるわありがとうございます。コツ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 コ涙が止まらない。ごめん、泣かないでね、泣かないで。うん、またね、ありがとうございます。そしてゼロポジ第1が先生でした。ありがとうございました。1位です。お疲れ様でした。残りの出演も、うん、頑張ります。ありがとう。私が、そう、癒された。そう、美味しかったスイーツ、タコ可愛かった、パクパク。本当にクイズもね、そうだね、テニベ、ゴルフデビューしました。すごいすごいすごい、それはね、ゴルフも楽しみましょう。ありがとうございました。ゼロポジ第一先生でした。ありがとうございます。それでは今日もね、配信ありがとうございました。また明日それじゃあまたねー。